はい、それではさっさとクリアしちゃいましょう。まあ大丈夫でしょうと。これ傭兵がね、川を渡ってくるんですよね、こいつね。なのでまあこれ動いてくれたので、バルボで一旦ここを止めますと。でもってこいつはまだこっち来れないから、砂漠があるから、とりあえず回復してあげると。リカバーですね。 OK、 とりあえず回復だと。焦りか、回復した方が良かったかな。あー、まあいっか、聖なる続きでカバーできるからね。で川はね結構使うから、一歩しか多分動けないですよね、こいつね。で、ボーイが、あ、これボーイサンダー撃てるね。とりあえずこの2人で小競り合いしてるところにぶち込むか。あ、どうな、ちょ待って、ちょ待って、どんぐらい削れる。10、13、5。あー、素早さ足りてないんだ。6しか与えらんないんだ。へえ、弱っシャドウもう弱い。とりあえず一発ぶちこー、ちょっと待って、こっちもまだですもんね。だから一発ぶち込みましょうか。ウィット、これで、はい、お約束ですね全く当たんねえ。そしたらメイもガンガンに削ってる状態にしちゃおうか。でまあまあ、さっきの、まあさっきのというか、逃げてった盗賊みたいに上にどんどん引かせさせるようにしよう。ちょっとひとまずここら辺で OK と。でカムイ部隊ですね、まあ、相変わらず外してる方なんですけれども、こうやつらはちょっとカムイもね少しずつ上げていきたいんで、とりあえずレオで、よし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 、これで一発外しても大丈夫ですね。いや、カムイね、顔はかっこいいんですよね。顔はってどういうことだよ。他にかっこいいとこって、まあ戦闘画面になっちゃうと、まあファミコンなんでね、全部同じ格好、同じ種族は、種族って同じ職業。あ、まあでもスーパーファミコンになってもまだそこまで、そうか、紋章の謎ではまだ一応一緒なのか。マルスぐらいっすよね、違うの。で、聖戦の系譜、ファイアーエムブレムシリーズで、になってくると、ちょっとずつ違ってくるのかな。うわー、こいつ頭いい。こいつ頭いい。いや、シャドウもびっくり。それはびっくりするわ。外すわ、そりゃ。まさかの下。崖ですよ、崖。いやー、盗賊魂発揮してますね。おー。雑魚が雑魚じゃねえっていうね。つえー。あいつも逃げると。はい、来た。で2発食らうんですけど、もうカチカチなんでね、こっちね。大丈夫だと。必殺食らっても3ですから、ね、3と3食らっても6しか食らわないというね。で多分どうなんだろう、下これちゃうのかな、傭兵。そこがねちょっと怖いところかなと。うわー、シャドウ倒されるな、これな、普通に。何お前逃げてんじゃん。何お前逃げてんだよ。まあ、こっち狙いに行ったんでしょうね。あそこがもうダメだから、ちゅうことで。いやー、これクリアできますねって言ったけど、そんな、まあ、クリアはできますけど、下手打ったら終わりますよね、これ。届かないんすよね。まあ、1,2,3、まあまあ来れないか。まあレオレベル上げてあげましょう。
はい、こうでもお約束ですね。よく外すな、みんなこのマップ。いや、いいんすけどね。もうクリア確定してるからいいんすけど、なんかね。と言いつつちょっとビビってるっていう。ちょっとビビるかな、ここで。こいつがね、グッてこっち入ってこられるとね、ちょっとというかかなり嫌なんですよね。多分川が3マスぐらいマイナスされるんで、どうだろうね。セリカ一応置いとけば大丈夫かな。素早さ10と守備力4、これ12ぐらいでしたっけ。ですよね。あー、なるほどね。じゃあまあちょっとここ正念場じゃないですけど、これでいきましょう。くー、安定だな、ボーイな。安定してるね。これはとりあえずぶち込むしかないと。よし、全然大丈夫。逆の安定ですね。で、メイちゃんで入れば倒せるでしょう。魔法防御1。傭兵はね、低いんで。え？いける？いけるか。13。さすがにサンダープラス3はあるでしょう。まあ、入ればの話ですけどね。よーし、オッケー。で、あとはこいつだね。これやばいね。地味にやばいな、これな。大丈夫か。ちょっと地味にやばいっすよね。やられて、あ、大丈夫か、これ。怖い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 。ちょ、怖いわ、これ。一応回復してあげよう。回復しておけば、完全でやられたらもうちょっともうお手上げなんで、これ大丈夫だと。うわー、みんな頭いいな。そうやって逃げるんだね、シミュレーション RPG って。そういうことなんだね。こいつマジで一人で頑張ってるよ、右下のやつ。本当に。で、こいつ倒されるでしょ。ああ、思ったね。大丈夫ですね。いや、HP のヒットポイントのメモリーがね、もうざっくり計算、ざっくりになっちゃってるんで、もうやられるだろうって思っててね、なかなかやられないですね。あの、海のガーゴイルの時とかも、もういけるでしょみたいな感じで言ってて、足りなかったですもんね。セーバーの必殺なかったらセリカ死んでたっていう。いや、まあまあ、あれ死んでたら死んでたで、あ、やられちゃいました、じゃあちょっとまた最初っていうか、まあセーブしたところからですみたいなね。あれ、そういえば外伝ってセリカやられたら、まあ主人公ですね、セーブしたところからなのかな。あんまやられたことないんで全くわからないですね。まあ極力やられないようにしますけどね。まあというか、絶対やられないっていう。それやっちゃちょっとっていうね。2ですね。セーバーで追えるか。セーバーで追って、もう確実に下行っちゃうとめんどくさいんで。よしよしよし、レベル上がりの、おお、一番いい上がり方。欲を言えば守備力も上がってほしかった。で、これで2発当てればさすがに10もらえるでしょう。あー、もらえねえ。じゃあまあいいや、カムイで。1発当てるでしょう。はい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 と。カムイ自身もちょっと焦ってきてる。 HP がね、ちょっとあれ半分減ってるみたいな。そこら辺をね、意識していただければ一発目で当てられるのかなと。
なるほど。セリカ92。セリカはあげたいな。ジェニーもあげたいね。これでちょっとリザイアで、まあ、当たるかどうかは知らんすけどね。当たったし当たったわ。おお、しょ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 し。でもう迷わず攻撃で。なんか久々に見ましたね、攻撃。アーチャーはファイヤーでやったし、そう、5も食らうんですよこれ。だからそうですよね、シャドウ、あのイリュージョンで出したシャドウが全く、おお、サンダー覚えた。そう、シャドウが全く弱いとかそういうわけじゃないんですよね。やっぱり素早さが低いと、まあ、これはボーイメイ、まあまあいいや、成り行きで、そこは成り行きでいきましょう。再攻撃できんのよね。32。まあいいや、ぶち込んどこぶち込んどこ。ちょっとでも経験値が上がれば、まあ、チリも積もればってやつですね。よし、ようやく本当に終わりが見えてきましたね。はい、おーいおーいくそー、シャドウがどうせ行く手阻んじゃうパターンのやつかもしんないですねこれね。これはぴったり9かな、ですね。8だったかもわかんない。まあそこはどっちでもいい、そこはどっちでもいいだろうと。うわぁ、いけるいける、ボーイ、いけない。これ一番めんどくせえやつになっちまったな。そしたらメイ HP どんぐらいよこれ。15。微妙、また微妙だな。ファイヤーで倒せるかな。メイにはね結構頑張ってもらいたいかなと。お、再攻撃できましたね。おおほほほほ、必殺決めていくと。これはかなりのもんですよ、これは。ちょっとカムイはいいや。セーバーとレオでいきますか、そしたら。この滝とかもね、いいじゃないですか、これ。こんなね、すごい。多分このマップ、やっぱり難しいですけど、多分これ、外伝の中でやっぱり難しい部類ですよね、どっちかって言ったらね。初見殺しみたいなとこありますもんね。だってこれ普通にセリカ軍、まあ自分もあんまり今普通にパーって進めてきちゃったんで、こんなねガッハとか知らんしみたいな、で閉じ込められてっていう感じだもんね。どうせソルジャーはあの盗賊にやられちゃう可能性高いんで、でまあこの後よね、多分妖術師突っ込んできますよね、アルムの方に。だからちょっと前回あの動画ここでストップみたいな感じで切らしていただいたんですよね。おっと、回復ポイントを当てていく盗賊もびっくりですよね。なんでさっき崖で当たんなかったやつがここで当ててるんだみたいな。パーセンテージは同じぐらいなのかな、マイナス30ぐらいなのかな、わかんないですけど。もう命中率はね、信じていいのは 0% か 100%。 これ前もどっかで言いましたっけね。おお連続で当てていく、これ MVP ですねこのシャドウね。さっきまで全然当たんないのに。あれ、これでちょうど2人っすかね、そしたら。
全命中率当てていく。この回復の床呪われてんじゃねえのマジで。守備いいね、いいとこ上がったね、いいね、盗賊を撃破しましたと。これでセリカ動けるようになったけれども、はい、そうですね、妖術師が突っ込んでくると。攻め込んできた、びっくりマーク2つと。で戦闘になると。で攻められる側なんでね、これ城の方なんですけども、ちょっと今とんでもねえ画面見れましたよね。今とんでもない画面1個あったけど、右にシルクが一人ポツン。これ一番あっちゃいけないパターンじゃないですか。あれシルク2番目の人があそこ行く仕様なのかな。一段、ああ2番目の人が攻められる側ここになるんだ。まあでも逆にこの妖術師が無視してくれたんでよかったですね。急に連戦ですよこれ。まあとりあえず動かせるそうな、もう絶対決まってるやつから動かすと。シルクがね、リブロ、あれリブロシルク覚えないんか。シルクそうか覚えないっぽいな。そっか、もう一人シスターが仲間になるんですけれども、その方がリブローっていう遠くの仲間を回復できる魔法を使えるんですよね。どうしましょうこれ。ちょっと強さレベル3、おお、隊長が自ら来てる感じか。でここでふんぞり返ってるのはザコ。いやーこの2人いいね。サボってる2人。ルーさん、ドーラ、リカバー。そうですね、スライム使うかと思ったらそうでもないので、まあ当然ね、クレーベなんかで突っ込んだらもうクレーベ一発で一旦で死にますからね。いやー、ファイヤーエクスカリバーですね。ロビンサンダー覚えたっけ、エクスカリバーの方覚えたのか。1、2、3、4、まあアルムのところは一応大丈夫だと。だったらもうこんな感じでいいんじゃないですかね。オーソドックスに相手の届かないところに待機させると、もう一番オーソドックスのやり方ですよ。一番汚いやり方ですね。なんだったら攻撃、あ届かないし、できそうですもんね。とりあえず開けておくと。自分閉じ込めてたところ開けてみたみたいな。よし、マジでこの三角形よ、三角形陣形。いや勇気あるな、勇気あるな。よし、そうそう行くかみたいな感じで。いやでも敵もワンチャンありますからねこれね。うん、奥のやつを倒せなかったらアウトですから、まあアルムとりあえず行くと。あ、まあでもいいのか、マチルダで塞ぐか。もう魔法防御10ですよマチルダさん、やばくない？魔力8ですよ、絶対大丈夫じゃん。このクレーベが1ですよ、だってやば。マチルダさんに頑張ってもらおう。もう安全コースでいきましょう、安全コースで上を叩くっていうね、もう大人すぎる戦い、これやばいでしょこれ。しかもかわすっていう、シーサー鬼だなこれな、鬼だわ。はい、であとはクリフが突っ込むと。あでもこれ逆か、ちょっと待って、ちゃんとしないとこっち回復戻られ、あ左行くのか、あ左回復ないのか。
これ下手するとシルコの方行く可能性あるのか。ちょっと気をつけないとあれですね。ちゃんと倒せるのかな。素早さ4、守備力5。ああ20与えるわけか。いやーまだちょっときついんじ。いやいけるか。もう倒せるとこは倒していきましょう。ああ命中率低いわ。ダメだなこれな。ダメだよねクリフね。ごめんね。ダメだわクリフ。ごめん俺が悪かった。これはちょっとしゃあない。で当然打ってくると、まあチリツモで、うわー頭いいやつ一人シルク狙いに行ったで、あいつ。あーかわいそう、これかわいそう。詰まってるからもう直接攻撃してこないと、至近距離でやるしかないと。これかわいそうですねこれは。うわやば。まあサボり組2人はアホですね、上来てるから。5、これはいけるだろう。ちょ待って、魔法攻撃8ね。ロビンどうなのよ。全然足りない。あーリュートさすがだわ。これはいけるでしょ。エクスカリバーでもう100発100中じゃないけれども、エクスカリバーはかなり命中率高いんでね。いやいいね、これでいきますせと。いやマチルダさん加入でかいわこれ。もう鋼の槍でこれですもんね。だってすごい。クレア行きますか。クレアも8ぐらいありますもんね。だから食らうとしたら2か3ぐらい。2発食らっても大丈夫だと。で魔導士は妖術師か。妖術師は基本守備力がね低いんで。あーそっか、これクリフの攻撃に当たらないようにしてるのか、もしかしてね。逃げる感じで向こう行ったのかな。まあ当たんないから大丈夫っすよ妖術師さん、そこは当たんないから大丈夫っす。まあ当たってますけど基本大丈夫っすからね。 OK、 クレーベは無理だし、ちょやることないね他ね。うわ戻ってきた。どういうことよしよし、これはなかなかですね。いやー、ま、いてよかった。本当に心の底から思うわマチルダ。いやクレーベ大事にしてあげないとダメよ本当に。まあ最後までも本当に使えますもんね普通に育てれば。まあこのあとねまた新しいお仲間が増えてくると、まあそれがねもうプレイしたことある方ならご存知ですけれども、あの方ですもんね。どうしてもそっちを使っちゃいたいかなと。強いしね実際ね。3ぐらい大丈夫ですね。ってことはドーラはプラス3か。11でも魔法防御10だからマイナス1で、まあ1だと。時間的にもちょうど良くなりそうな感じです。わあサボってるやつって言ってたけど勇気あるね。いいね。
まあ、でも2発当てるだけで10の経験値ってかなり美味しいですね、これは。いや、クレアにとっても美味しいですね、これは。逆にこれ必要かもしれませんね。どっかでね、多分レベル上げがね、必要になってくるんじゃないかなって思ってるんですけどね。どっか、どうかなと。いや、かわす回避も素晴らしい。は大丈夫か。ユードもレベル上がりそうな人っています？アルムか。まあでもマチルダ上げとけばいいっすね。 OK 終了。いやー前セリカのマップと違って全く危なげなく、おーリカバー、全く危なげなくクリアというね。あれ？お前回復したからもっとって思ってたけど、あ、そっかそっか、そんなでしたか。いいね、力 HP 素晴らしい。じゃあいただいちゃいますかね。うわー、森の上か。さすがだな、さすがだわ。じゃあクリフもちょっと頑張ってもらおうか。一発はあった、一発当たるぐらいでしょ多分。一発当たってちょうどいい。当ててくれ、当ててくれ。くぅかわされてこの余裕。安心するとやっぱ強気に出れますね。あ、大事。じゃあしゃあない、ま、いやちょっと待て、とりあえずちょっともう一回クリフで行こうぞ全部外れても経験値1もらえるから。確かに経験はしてるからね、攻撃外すことによって、あ、これちょっとこの打ち方ちょっとダメだったなみたいな、ね、そういうことが分かるから。さすがのマチルダも一発外すでしょこれは。ほらで次当ててくれると、そういう感じでしょ。うん、そういう感じです、そういう感じです。マチルダ姉さん、いやーでもちょっとさすがにちょっと当ててくれよと。マジかと。意外にやべえ、意外にこいつこの妖術師やるなこいつマジやるな。下がって攻撃だと。私まだ諦めてませんよ何かみたいな。マジかこいつ。じゃクリフ一発でいいの、一発でいいから一発だけ。いいね、これ外したら6連発よ。おーし、当たった。おい、さすがにこれは当たるでしょう。クレアね、さすがに当たると。ちゃんとね。よし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 、オッケー。いやーでも経験値稼げましたね、よかったです。撃破しましたと。はい、ちゅうことでいきなりセリカに戻るっていうはい、そうですね、次回はね、ローソンいましたね。ローソン、ファミマじゃなくてねっていうね。ソフィアの海岸に出れてようやくここのところに行けると。あ、そうですね、ここ港戻れるんですよ。これ戻らないといけませんね。戻りましょう。でお二方いますね、ちょっと話しかけてやましょうね。はい、よかった。あなたを探していたの。私たち、ここで待ってても仕方ないし、あなたたちと一緒に行きます。ということで、パオーラですね。ペガサス三姉妹。あの、ガッハのマップで退却したら、ここでね、じって待っててくれたと。はい。あなたの旅も大変なようだし、私たちだって力になれると思うわ。ね、セリカ、一緒に行きましょう。
ていうね、タメ口を聞くっていうね、急に。まあ女の子ってそういう感じなのかな。ああエストが早く見つかればいいのにな。これは内緒だけど、私たち3人揃えばすごい技が使えるのよ。あれなんで知ってるのっていうね、一番最初の暗黒竜ですね。それをプレイした方へのメッセージですよね、当時のね。はい、まあ出ましょう。まあいよいよ楽しみが増えてきましたね。ここですね、セリカ軍進行させましょうか。せっかくパオラとエスト、パオラとエストじゃねえや、急に間違えるっていう、パオラとカチュアがそうですね仲間になって、あそう、手荒れと天使の指輪、これが大きいんですよね。運の良さ40、これ天使の指輪効果です。でこれが確かレベル上げるときに、上がるときに天使の指輪を持ってるとステータスが2上がるっていう、めちゃめちゃすごい効果を持ってる、そういうアイテムとなっております。でこの聖なる指輪と同じように毎ターン回復するので、まあうまい感じでね、持ち物受け渡ししていければチームって言ってますけど、パーティーの成長が早いという感じでございますね。ちょっともう一回アルム軍一応見ていいですか。300育成してるね。あれ400、あそうか、マチルダとか普通に入ったからか。あ、リュートも入ったしね。もう忘れてるっていう。そうっすよね。まあ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 、強いっちゃ強いよね。イカズチ、あ、そっか、そっか、そっか。はい、オッケーです。そうしましたら、ここですね。いきましょう。次回、セリカ軍を進行させます。では、次回もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼します。